え岩、ー、崎さんは今シーズン振り返りますと、66試合に投げまして、4勝1敗2.39という防御率で、岩崎さん。はい。今年の自分は自己評価するとどうでしたかまあ、まあ1年間、まず、えー、1軍で戦えたったのが初めてだったんで、はい。それが一番良かったことかなと思います。<ー>はい。 中西清樹さんはどうご覧になりましたかうん、あの、よく投げたと思うんですよ。本当にね。えリリーフで、もうニングとかもありましたしね。はい。大事なところで。まあ、ただやっぱりね、最後のうに頭数が足りなかった分、ちょっともったいない気はしましたけどね。ああ。それはチームの、あの、戦力として考えたときに、岩崎さんの使い方がもったいないと。これね。ただね、そ、それはまた次、誰、誰かをそこに入れなきゃいけない。あの、入れなきゃ、先発は回れないんでね。はい。 そう、後ほどね、実はあの、岩崎さんに、あの、リスナーの皆さんからの質問もちょっと、集めてまして、お答えいただいて、はいうん、そんな質問も出てくるんですけども、そうなんですよ、岩崎さん。今年、何が今までと変わったって、リリーフを任せるぞと。もう、専門にと。はい。野球人生の中でこういうことってのはあったんですかリリーフです。はい。 えー、大学とかはもうリリーフが主でした。あ、そうだったんですね。はい、<ー>基本的には国士館では大体ね、リリーフだよね。あ <coughs> あそうなんですね。うん、リリーフが専門というか、ほとんどリリーフだったんで、えー、今度先発に回すときにいけ、いけないか、いけるかな、いけないかなというので、まあ。 まあ、投げらせてみたらいいんじゃないいう感じで先発回してたんだけどまあ、時のピッチングコーチが中西。逆に先発があんまりなかったよね、大学の時はね。そうですね。へえも、プロに入ってる方、来る方で、アマチュアで主にリリーフしてる方って。少ないですよね。そうですよね。少ないです。じゃあ、一体先発だもんね。順番で言うと、じゃあ、プロに入って先発だよって言われた時には、ご自分の中ではどうだったんですかいや、アマチュアでも先発できないような選手が、 プロでできるのかっていう不安でしたね。へぇ大丈夫お前ならできるって言っただろはい。それはピッチングコーチに直接は言えないんですか私、大学時代でもやってないんですよって。それは言えないもんんですかピッチコーチに行けって言われたら。いやや、っぱりそうじゃないですか。もう黙ってやりますい、って、あの、新人の時ですし。はい、でも。まあ言えないというよりも、逆に先方で、あの、あ、ラッキー思ったんじゃないですか あ心の中でもチャンスくれるんだし、うん、やったーっと、うん、どうですどうですほら、俺は目立つぞ。あんま覚えてないです。基本はだ、最初はだからね、<laughs> 最初はまだファームで、あのー、ちょっと置いとくつもりだったんですよ。はい。はい、岩田が、あのー、開幕前のウエスタンの名古屋、はい、名古屋球場で9失点ぐらい。 行かれてはあ、はあ、で、次の2カード目のところで、岩田がちょっと出遅れたんで、岩田を逆に2カードをあの伸ばしたんですよ。はい、で、こっちの方内容も良かったし、はい、で、岩崎をじゃあ行こうかっていうことで、はい、う頭入れていって、にね、それでしっかりとこう岩田の穴を埋めてくれたんですけどね、前半。そうそうそ,うそ,うそ,うそれで前半岩田を埋めてくれればいいっていう感じで使ったんですよ。ーローテーション1年間というよりも。 もちろん、ファームの時も先発だよは言うてるわけですよね。言ってます言ってますそうですよね、そうですよね。上からの指示がありますんで。で、それがあって、今年は、今度はリリーフに回ってくれないかって、去年の今頃ぐらいなんですかね、監督がそんな構想を出してらっしゃいましたけど。そうですね。キャンプ連もね。はい。それぐらいですね。それは自分の中ではどんな受け止め方だったんですか。うん。まあ、あの、3年間先発して、まあ、 いまいちといえばいまいちだったんで、で、そこで監督が思い切ってそういうこと言ってくれて、なんか自分も変わるチャンスかなと思ったんで、うん、これはものにしたいなと思ってました。はい、まあそして、流さんもまさに66試合投げて、うん、え4勝、防御率2.39、リリーフにまあ天候まあ再転候なのかもしれないですけど、 これは大成功ですね。大成功ですね。はい。で、これでまた先発回ったとしても、この経験は生きると思うんですよ<あ>。やっぱりイニングのこの入り方であったりとか、先頭バッターとかで,でピンチのところでの、マックスにこう、持っていけるうん、状態であったりとかね。ずっと今までやったらこう、どっちかというとこう、60、70ぐらいの力、平均の力で、乗らありくらありとていう感じのが多いんですけども,も、レディーフでやった場合、マックスでやっぱ入っていくんで、 その辺やっぱり先発に回ってもピンチになったらそういうボールを選択するとか、うんうん、そういう球を投げれるというやっぱり経験はあの生きてくると思いますよね球速もずいぶん速い球やっぱりリリーフでは投げてらっしゃったんですよね今年あ自分でなんかあんまり意識したわけじゃないですけどまあそうやって1球目から全力で行くだとか腕振ることを意識したら、まあ、少し上がってましたねへ<ー>ま15球だもんね そうですね,ね。集中してあげるんだだから先発とはやっぱり、知らず知らずその辺が違って、自然に急速曲がったと。うんはい、あ、それは先発に戻っても生きることなんですか絶対生きます。だから、その、すべ<ー>てのイニン,ング、そのボ,ボールじゃなくてね、えー、強弱の中で、やっぱ、今日のイニン,ングになるときに、やっぱり、うん、ちょっと強いボール、えー、っていう。 面白いな、ちょっとしつこいようですけど、もう意識して、例えばリリーフで、ここ絶対押さえなきゃって、岩崎さんの場合結構こうランナーいるようなところなんかでもね、こう出てくる時があって、はい、ここ全力だって意識して投げる、急速出すぞじゃなくて、はい、自然にそのムードの中にファッと入っていったら、速いボールが出てたっていう感じなんですかそうですね。速いボール投げようとかっていう意識はないですね。意識としては、先発で、 三振を狙いにいく行く場面よりも、絶対リリーフの方が多かったと思いますよ。はいあね、ここは三振だっていう思いで投げるっていうのをはいあ。そうすると、現象としては速いボールになり、そうそう,そうっていうことになってくるんですね。へ ここらプロ野球の世界ですよね。うん、はい。あの、今日はですね、あの、リスナーの皆さんからもご質問いただいてまして、それから中西さんにもちょっと、本音トークの質問をこの後ぶつけていただこうと思っておりまして、えー、今日は、阪神タイガースの岩崎卓投手と一緒に、えー、伊藤史流のラジオノートをお届けをしているんですが、えー、岩崎さんにちょっとこう、来シーズンの目標をですね、えー、色紙にしる記る、るしていただいてまして、ちょっとご本人の声で、えー、右肩に書いた二文字を読んでいただけますか。優勝です。優勝。 もうこれですか。はい。えー、個人的な目標もいろいろあろうかと思いますけど。す個人、うん、個人的な目指じゃないのれ。スグルが勝つじゃないの。はい。<laughs> <laughs> 本当だ。<laughs> いい名前ですね。そういうことになってるわけですね。<laughs> スグルが勝つ。何勝とか書かないんですか。アプロのピッチャーは何勝したいとか。十二勝とか十三勝とか書かないですか。うん。でもやっぱり今年。はい あの、前試合、ベンチ、ブルペン入らせてもらって、やっぱり、なんていうの、先発時よりも、その一試合、その一試合に勝ちたいっていう気持ちがすごい強くなって、やっぱり優勝したいなっていうのは、今年すごい思ったんで、やっぱり来年優勝したいですね。はい、いやスグルが勝って優勝ですね。そうですね。ありがとうございます。<laughs> <laughs> はい、ということで、優勝と記していただいてますが、<laughs> この後のコーナーも引き続き、 あの、はい、リスナーの皆さんからの質問などもいただいてますんで、岩崎投手にお答えをいただきたいと思っております。今回は特別バージョンです。スペシャルゲスト、岩崎投手に聞きたいことはということでメール募集をさせていただきました。では、岩崎さん早速よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。まず最初は40代の男性からの質問です。大変穏やかに見える岩崎投手ですが、 試合中感情が高まって、グラブを叩きつけたりしたようなことは今までにあるんでしょうかそうですね。アマチュアであるかな、ぐらいですね。プロに入っても、なんかそんな気になってたことはあるんですけど、<laughs> 意味ないなって思って、我慢するんですけど。ーへえ。はい さあ、中石さん。我慢する。一応そういう感情はあるんだ。感情は。いや、もうほとんどまあ、出ないですね。や。一度も見たことないですね、僕も。本当にね、いつ見てもま顔は硬直してるとかね、そういうのはあるんですけど、ね。こう、ちょ、ちょっとこう、顔が興奮してるな、みたいなところはあるんですけど、ほとんどまあ、態度には出すことはないですね。だから、私たち、それ理由は聞いてよろしいなんでその審判がボールって言うからいや、ですかいや、単純に、 点取られた。ああドカッとして、自分に腹が立ってとですかああ。でも意味ないなと思って、思い届いて。冷静ですね、でも。意味ないな、みたいな。あの、プロ野球の選手には珍しいタイプといいますかね、本当に穏やかに今もニコ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 喋ってくださってて、どっちかって言ったらガーッと怒って、わーッと笑ってっていう感じの方が多い。ピッチャー特に多いんだけどね。そう、マウンド上でこうなんていう態度出すっていうのはね。それは岩崎さん意識してそうしてるんですか 務めてですかうん。いや、そんなつもりないですけどね。へぇでも、うん。小学校、中学校ぐらいから高校の時に、そういう教えがあって、あんまり一喜一憂するなみたいな、その名残じゃないですけど、ですかね。私生活なんかではね、どうなんですかお友達と一緒にいたりするときには、割に穏やかに静かな感じですか だと思うんですけどね。みんながわーっていう時に、ニコってぐらいの、あの、笑顔でいるのんであんまりわーっていう感じじゃないよね。ないですね。お酒は飲まれたりするんですかお酒は普通に飲みますね。カラオケ行ったりして。カラオケは行かないですね。あ、行かないんですかまあ、おしゃべりだしますよ、結構ね。はい。割と。あ、そうなんですね。たぇま簡単だけどね。もっとプロのピッチャーって、私、気性が荒い、 わーっていう中西さんみたいな人ばっかりやったと思ってました。<laughs> 1000万もらったらポルシェ買おうみたいな人ばっかりやと思ってました。<laughs> ポルシェ買ってその後、なんか関本なんか家買ったとか言ってね、<laughs> <laughs> なんか俺出し疲れもあったよね、あの <laughs> 選手。<laughs> そういや、聞いてたけど。<laughs> <laughs> いや、でも、プロ野球選手のピッチャーって特にキャッチャーが落ち着いてて、ピッチャーはもうカーッとなって、はいはい、いや、最近の選手はでもね、こう、しっかり土に足をついた、あの、考えの人が多いですよ。<ー>サッカーで言うたら、フォワードがピッチャーみたいな感じで、で、ディフェンダーが、 キャッチャーみたいな感じですよね。<ー>穏やかな。うちら絶対娘、フォワードと付き合うとあかんっていうわ。ディフェンダーがいいし。プロ野球選手やったらキャッチャーと一緒になれって言います<ー>なんかピッチャーってなんか本当バーンって、なんかマウント叩きすぎたとか、そうですよね。<ー>はい。はい。はい。あれ岩崎さんは独身でいらっしゃいましたっけはい。ああ、あの、ちょっと好みの女性の好みとかはどんな感じですか、はい、<laughs> 好みの女性の、えー、好み。<laughs> はい。えー、料理。あ<ー>。やっぱ。 上手な方がいいかな。い意外とやっぱ気の強い感じが好きなんじゃないのどうですかね。上沼恵美子さん料理上手ですけどね。はい。岩崎さん、ニコーっとしますけど。ちょっとお腹さないかんかなと思ちょっと気の強い感じがいいと思うよ。はいはい。そうですか。年上の。好みとして。 そうかもしれません中西さんがいてるから、ちょっと緊張されてるのか分かりませんね。たぶん、イメージがそういう感じで、俺、映るんだけどな、ずっと過ごしてて、じゃあ、あれですか、料理のお上手な彼女を募集中な感じなんですか、お願いします。ということで、広報さんもうなずいておられますお願いします、そういう感じかと、さあ、それでは第2問まいります、30代の男性からの岩崎投手への質問です。 先発とリリーフの心構えはどう違いますか打ち取る時の意識や、あ投げる戦略を変えたりしたりしましたかって岩崎さん。一球ってものをすごい大事にして、やることを意識しましたね。は,<ー>はい。それは、例えば一球を大事にするっていうのは、その、変化球の種類なんかも、 ええ。ということじゃな試合でもそうですけど、練習の時からとか、はい。1級というか、1ですかね。1というもの、い、なんか、1歩目だとか、1球目だとか、まあ、それ誰かの教えだな。そうですね。ピッチングコーチから、小田さんの方から、そういう話がありまして。1、1歩目も大事なんですかもう、そういうとこから意識して、え、やれと言われます。リリーフか、らピッチャー岩崎ってね、曲に乗ってくるじゃないですか。 で、グラウンド降りて一本目とか、そういう、そういうことではないんですかでも、そういうとこから、本当意識しろとは言わ,言われましたけどね。<ー>はい。まあ、グラウンドに入っていく、うん、一本目とかであったりとか。はい、うん。まあ、リリーフは特にですよね。<ー>変わりっぱな、一位に行く、2> 2先頭の一球目。<ー>っていうのはもうずっと言ってますよね。<ー>教えの中では、こう。リリーフは、今年一年ね、おやりになって、楽しいな、 やりがいあるなぁ、なのか。いや、辛いなぁ、なのか。この仕事はどうでしたか辛いと思うことはなかったですけどね、シーズン中は。<あ>はい、そうですか、はい、へぇやりがいがありましたかま、すごく、なんですか、先発の時よりも、あの試合に多く関われたので、うん、その辺は、すごく、 やりがいがありましたね。ええ<ー>、はい。だそうですよ。まあまあ、先発は28試合ぐらいだもんね。はい、あの、年あるてちなみに、あの、これまでの3年間は、17試合、15試合、16試合って、もずっと、ほぼほぼ先発だった。はい。のが今年は66試合。ね。今まで3年間の試合足したものよりも、はるかに多い試合数、今年出て。うん ということで。ま、まだ1年なんでね、リリーフで。はいね、まあ肉体的、こう、しんどさ感じるのは、やっぱ3年とか4年や、続いてからでしょうね。ああ<ー>、うん。やっぱ金属疲労が出てくる。金属疲労ですね。ああ。そうそう。それよく言われることですけど、先発で十数試合投げていた、これまでの3年と、シーズンが終わって66試合投げた今年で言うと、その体の感覚とかは、どうですか今は、そんなに、変わらない。まあ、先発、 では1年投げてないんで何とも、単純に比べられなないでですけど柔軟ももんそうですか。一年ぐらいだったらまだまだ。まだまだあ。大丈夫ですか。うん、<ー>それがやっぱ重なってくるとね。はいうん、やっぱり、ね、あのつ辛さは出てくると思います、ね、はい。さあ、そしてね、三つ目の質問もありますね。これは皆さんお聞きになりたいことでしょうし、今の二つ目の質問にも関わってくると思うんですが、えー、ラジオネーム KNT さんからの質問です。岩崎さん、ズバリ、来シーズンの目標を教えてください。 まあ、優勝はまあもちろんとしましてはいはいいやでも優勝っすねへえ<ー>、はい、やっぱあのすごいあのベテランの方とかが、まあ、いろんなとこで行ってるのを、まあ、聞いたり見たりするんですけどもうみんな、えー、例えば福留さんとか糸井さんまあ球児さんとかもうそうですけどみんなやっぱり優勝っていうのをいろんなとこで行ってるのを見てやっぱり それを目標にしなきゃいけないなと。うん。逆にじゃあその優勝するために自分の役目ってどの辺ぐらいだと思うかなでもやっぱりそれに貢献しなきゃ意味がないんで。うん、まあ、一年。ローテーション。やっぱりいなきゃ意味がないかなと。うん、はい。まあ、数十あるんだな、やっぱインニングとかね。はい。うん。これは、これ聞いてしまっていいのかなあの、もう、先発しましょうよっていうことに、あの、 コーチングスタッフとかからは、話はされてるんですか先発の準備をして、最初はやってくれというふうに言われてます。えはいつ頃言われたんですか、えー、いつですかね、お<ー>10月、11月ぐらいですかね。シーズンが終わって、週期練習、週期キャンプに入ろうかっていう頃に、はに、い、もうそれはもう正式にといいますか、コ、はい、ーチ陣から、監督からですか、コーチから。 リリーフに回るときもちなみに、それは金本監督が、ちょっとリリーフしないかっていう感じだったんですか、はいはい、そうです。あへえ。そういうもんなんですか、中根、ね、さん、先発をリリーフ、リリーフ先発っていうのは、監督が直々に言ってあげた和田監督の場合は、担当コーチだけでしたけどもね。へえ。じゃあちょっと岩崎さん、よしって感じになりますよね、<laughs> あ監督が言ってくれたんだ、ねはい。<ー>僕が時間に言,う言って、あ<ー>それ、何日かたってて。 やってる時じか、ね、に監督が出ていうのはないですね。と、先発を,をイメージしたシーズン、まあ、これ、オフシーズンからシーズンに入るところまでの準備っていうと、どういうことを心がけてやっていくことになるんですかあでも、中継ぎに、えー、なった、えー、去年ですか、特になんか大きく変えたことがなくて、今まで通りじゃないですけど、うん、そういうふうにやってたので。はい まあ、それ戻るってなっても、そんなにない、大きくはないかなと思うんですけど。<laughs> ただ、球感とか変わってくると思うんだけどな、な、うんでもやっぱり。はい、うん。リリーフの中では、やっぱりその、何百球も投げての調整ってない,ないからね。逆に今、まあ、あ<ー>3、40球を毎日投げるとか、はいあ、その辺の調整は変わってくるよね。はい。まあキャンプの中でもな、はい、当然。 あの、中西さんはね、そのコーチとしても岩崎さんと、だから2年お付き合いされたんですかね。で、まあ今少しこう、ネット裏からご覧になってて、それこそ来年を迎える岩崎投手に、 言ってあげたいことや、今、おっきいになりたいことはどんなことですかまあ、今聞きたいというか、やはり、あの、いい素材というか、いいものは持ってると思うんですよ。やっぱ、まっすぐのそ、高めで空振り取れる、ね、低めのチェンジアップって、非常にこう、工程、うん、を使えられるし、奥行きも使えるピッチャーなんで、で、まっすぐは非常にこう、おーホームベース上でこう、お速いっていうね、強いっていうのがあるんで、だ問題はやっぱり6回なんで3回目なんですよ。うん、彼の場合、ずーっと見てて、先発の中で、玉数はないですよ。玉数100球近くとかよ、よく言われますけど、 玉数じゃなくて、やっぱ相手バッターが3回り目に来たところが、そこがポイントだと思うんですよ。うん、その辺のやっぱ配球だったりとか、やっぱり、もう初回から大体同じパターンっていうのが多いんで、<ー>その辺のやっぱ、あの、バッター2打席回ったらやっぱりもう絞ってきますから、うん、そこでしょうね。今までずっと6回なんで、山がな。うん、そこをやっぱり、うん、クリアできるかどうかだと思うんですよ。そのまはどうですかいや、おっしゃる通りだと。 だからそ、そこのクリアする意味で、この今年のリリーフっていうところは、すごく経験になったと思うんですよね。えーうん、やっぱり三振を狙いに行くとか狙いに行かなきゃいけないところも出てくるし。はいうん 一点やっていいケースはやってもいいっていう。ね。はい。じゃあ、あの、終盤、ていうか、終盤になればなるほど、やっぱり3点差あったら、一点やっても逆にアウトカウントと引っかえればいいや、という考えになるもんな。はい。で、後ろに繋げばいいわっていうのは。ああ<ー>。やっぱその辺の、おなんていうか、頭のお切り替えもでき、できたと思うし。ああ。逆に岩崎さんまあ、ね、久々に、こう、中西さんとこやって、お話をね、こう密にして、はい。まあ、この際だからちょっと、聞いときたいな、ってなことありますか そうですね。うん、あの、野球始めて優勝ってのをしたことがないんですけど。どういうものですかね優勝と <laughs> ああ<ー>。<laughs> え、高校、大学、はい、アマチュアからね。やっぱそれを目標にやってるんだからね。はい、しないとわからないと思う。一回してください。 中井さんされてますよね。いや、日本一もらってます。はい。はい、唯一日本一のメンバーです。はい。<laughs> そうですよね。井さん、あの、はい、自慢じゃなくて、どういうものか教えてあげてくださいよ。<laughs> いや、だから、そ、こを目標にやってんだからね。いや、もう最高、最高のやっぱり気持ちですよ。やっぱり、はい、や,やってきた今までのものが、こう、すべてこう、吹っ飛ぶというかね、苦労<ー>であったり、こう、まあ、アマチュアの時もそうですけども、<ー>やっぱアマチュアの菊練習でもね、やっぱり同じ仲間と一緒に味わえるっていうのは。はい。へぇー。 団体競技の良さってそこじゃないかな<ー>こう。チームで勝ち取るっていうところが、唯一の目標だもんね、はい。そうか。そうしたら岩崎さんもしね、来年、この4年間のリリーフと先発、先発とリリーフの経験が生きて、ここに書いてくださった優勝が、野球人生で初めてできたら、もう想像できないわけですね。そうですね。したことないんでわかんないんですけど。俺はどんなになっちゃうんだろうという。うんそうや どうなるんですかね <laughs> でもう、そ、それぐらいだと、今、どうなるんですかね言う、それぐらいだと思う。やっぱ優勝して、ユニオームのうのが、ユニオ優勝しないままで、あの、ユニオームのむかやっぱり全然変わってくると思いますよ。<えー S 2> 今後が。はい。うん。やっぱ味わうべきだと思うし。ねじゃあ、ここに記してくださった、スグルが勝つ、優勝。うん。からも、ぜひ、はい。叶えていただかなきゃいけないです、ね。まあ、来年本当にチャンスだもんねもあ。あ、本当です,当です戦力的にも。はい。 さあ、ということでですね、今日の ABC ラジオは岩崎卓投手にお越しをいただいてるんですが、えー、このコーナーのおさめにですね、中西清樹さんから、岩崎選手へのメッセージで締めくくろうと思います。QS、うん。ん ?QS。クオリティスタートですね。<れ>ここをしっかりと。 やってもらったら。6イニング3点で、点はい、それ以内で抑えるとクオリティスタートっていう、うんはい、確かにおっしゃった、そこが課題でもあるんですね。うん、ここをクリアしていけば、はい、この優勝に近づけると思います。<ー>岩崎投手のテーマ。はい、目標ですね。はい。ええ、岩崎投手がチームのために、どれだけ貢献できたかは、僕はここの、この2つの QS だと思いますけど。はい。 はいと。うん、力強く岩崎さんうなずいてくださいましたんで。3回り目に対して行くのに、どう2回り目を抑えるかっていうのを、ちょっと考えてやってくれれば。はい。はあ、あー。なるほどね。うん、次に役に立つような、そ打ち取り方のとまあ、それはもうキャッチャーも含めてね。え<ー><ー>じゃあ、あの、ここまで聞いてくださった、ABC ラジオ沖のタイガーさんの皆さんにですね、はいえー、最後に岩崎投手の力強い来年への抱負で締めくくりたいんですけれども、どうでしょう、はい いや、もう優勝、もう、に向かって全力で、えー、自分も戦っていきたいと思います。みんなで応援してますんで、はい、えどうぞ来年いい活躍をして、優勝してくださいね。はい。ありがとうございました。その、変化球の種類なんかも、えー、ということじゃないんですか,かあの試合でもそうですけど、うん、練習の時からとか、はい、はい。1球というか1ですかね。1>, 1というもの、い、なんか、 一歩目だとか、一球目だとか。まあ、そ,ういうそれ誰かの教えだな。そうですね。ピッチングコーチから、<laughs> <ー>小田さんの方から、そういう話がありまして。<ー>うん、一、一歩目も大事なんですかもう、そういうとこから意識して、やれとは言われます。リリーフからピッチャー岩崎ってね、曲に乗ってくるじゃないですか。で、グラウンド降りて一歩目とか、そういう、そういうことではないんですかね。でも、そういうとこから、本当 意識しろと言わ,言われましたけどね。グラウンドに入っていく、うん、1本目とかであったりとか、リリーフは特にですよね。<ー>変わりっぱな、1あ<ー>、2、2、先頭の1球目。<ー>っていうのはもうずっと言ってますよね。<ー>教えの中ではこう、リリーフは、今年1年ね、おやりになって、楽しいな、やりがいあるな、なのか、<laughs> いや、辛いな、なのか、この仕事はどうでしたか 辛いって思うことはなかったですけどね、シーズン中は。<あ>はい、そうですか。はい、へぇ<ー>やりがいがありましたかま、すごく、なんですか。先発の時よりも、あの試合に多く関われたので、うん、その辺は、すごくやりがいがありましたね。ええ<ー>、はい、だそうですよ。まあ、まあ、先発は28試合ぐらいだもんね。はい、あの年あるしね。ちなみに、あの、これまでの3年間は、17試合、15試合、16試合って、もずっと、ほぼほぼ先発だったのが今年は66試合。 ね。今まで3年間の試合足したものよりも、はるかに多い試合数今年出て、うん、ということで。ま,あまだ1年なんでね、リリーフで。はいね、まあ肉体的こうしんどさ感じるのはやっぱ3年とか4年や続いてからでしょうね。やっぱ金属疲労が出てくる。金属疲労ですね<ー>。そうそう、それよく言われることですけど、うん、先発で十数試合投げていたこれまでの3年と、シーズンが終わって66試合投げた今年で言うと、その体の感覚とかはどうですか今はそんなに、 変わらない。まあ、先発では1年投げてないんで、なんとも、はいあ、単純に比べられないですけど、まあ、柔軟者だもんな。はい、<ー>でも、そうですか。1年ぐらいだったらまだまだ。まだまだ。大丈夫ですか。え、うん。<ー>それがやっぱ重なってくるとね。はい、うん。やっぱり、ね、あのつ辛さは出てくると思います。はい。さあ、そしてね、3つ目の質問もありますね。これは皆さんお聞きになりたいことでしょうし、今の2つ目の質問にも関わってくると思うんですが、えー、ラジオネーム KNT さんからの質問です。岩崎さん、ズバリ。 来シーズンの目標を教えてください。まあ、優勝はまあもちろんとしましてはい。はい、いやでも優勝っすね<ー>はいやっぱあのすごいあのベテランの方とかが、まあ、いろんなとこで行ってるのを、まあ、聞いたり見たりするんですけどもうみんな、えー、例えば福留さんとか糸井さんまあ九井さんとか え今日は、阪神タイガースの岩崎卓投手と一緒に、伊藤新流のラジオノートをお届けをしてるんですが、岩崎さんにちょっとこう、来シーズンの目標をですね、色紙に記していただいてまして、ちょっとご本人の声で、右肩に書いた二文字を読んでいただけますか。優勝です。優勝。<ー>もう、これですか。はい。えー、個人的な目標もいろいろあろうかと思いますけど。す個人、うん、個人的な目標じゃないのそれ、卓が勝つじゃないの <laughs> 本当だ <laughs> いい名前ですねす、そういうことになってるわけですね、スグルが勝つ、何勝とか書かないんですか、アプロのピッチャーは、何勝したいとか、12勝とか13勝とか書かないですかでもやっぱり今年し、全、はい、試合、ベンチ、ブルペン入らせてもらって、はい、やっぱり、なんていう先発の時よりも、その1試合、その1試合に勝ちたいっていう。 気持ちがすごい強くなって、えーで、やっぱり優勝したいなっていうのは、今年すごい思ったんで、<laughs> はい、やっぱり来年優勝したいですね。スグルが勝って優勝ですね。 そうですね。ありがとうございます。<laughs> <laughs> はい。ということで、優勝と記していただいてますが、この後のコーナーも引き続き、あの、リスナーの皆さんからの質問などもいただいてますんで、岩崎投資にお答えをいただきたいと思っております。今回は特別バージョンです。スペシャルゲスト、岩崎投資に聞きたいことはということで、メール募集をさせていただきました。では、岩崎さん、早速よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。まず最初は40代の男性からの質問です。 大変穏やかに見える岩崎投手ですが、試合中感情が高まって、グラブを叩きつけたりしたようなことは今までにあるんでしょうかそうですね。アマチュアであるかな、ぐらいですね。プロに入っても、なんかそんな気になってたことはあるんですけど、<laughs> 意味ないなって思って、我慢するんですけど。ーへー。はい さあ、中西さん。我慢する。一応そういう感情はあるんだ。感情は。いや、もうほとんどまあ、出ないですね。や。一度も見たことないですね、僕も。本当にね、いつ見ても。まあ、顔は硬直してるとかね、そういうのはあるんですけど、ね。こう、ちょ、ちょっとこう、顔が興奮してるな、みたいなところはあるんですけど、ほとんどまあ、態度には出すことはないですね。だから、私たち、それ理由は聞いてよろしいなんでその審判がボールって言うからいや、ですかいや、単純に、 点取られた。ああ、ドカッとして、自分に腹が立ってとであはい。でも意味ないなと思って、思い届いて。ああ、冷静ですね、でも。意味ないな、あの、プロ野球の選手には珍しいタイプといいますかね、本当に穏やかに今もニコ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 喋ってくださってて、どっちかって言ったら、ガーッと怒って、わーッと笑ってっていう感じの方が多い。ピッチャー特に多いんだけどね。ねうマウンド上でこうなんてい態度出すっていうのはね。それは、岩崎さん、意識してそうしてるんですか えー、岩崎さんは今シーズン振り返りますと、66試合に投げまして、4勝1敗2.39という防御率で、岩崎さん。はい。今年の自分は自己評価するとどうでしたかまあ、まあ1年間、まず、えー、1軍で戦えたったのが初めてだったんで、はい。それが一番良かったことかなと思います。<ー>はい。 中西清樹さんはどうご覧になりましたかうん、あの、よく投げたと思うんですよ。うん、本当にね。えー、リリーフでも2イニングとか回りましたしね。はい。えー、大事なところで。まあ、ただやっぱりね、あ最後のうに頭数が足りなかった分、ちょっともったいない気はしましたけどね。あ<ー>あ,あ。それはチームの、あの、戦力として考えたときに、岩崎さんの使い方がもったいないと。これね。うん、ただね、そこ、それはまた次、誰、誰かをそこに入れなきゃいけない。あの、いやの入れなきゃ、先発には回れないんでね。はい。うん そう、後ほどね、実はあの、岩崎さんに、あの、リスナーの皆さんからの質問もちょっと、集めてまして、お答えいただいて、はいうん、そんな質問も出てくるんですけども、そうなんですよ、岩崎さん。今年、何が今までと変わったって、リリーフを任せるぞと。もう、専門にと。はい、こ野球人生の中でこういうことってのはあったんですかリリーフです。はい。 大学とかはもうリリーフが主でした。あ、そうだったんですね。はい、<ー>基本的には国士館では大体ね、リリーフだよね。<あ> <laughs> そうなんですね。うん、リリーフが専門というか、ほとんどリリーフだったんで、今度先発で回すときにいけ、いけないか、いけるかな、いけないかな、というので、まあ。 まあ、投げらせてみたらいいんじゃないいう感じで先発回してたんだけどな。まあ、時のピッチングコーチが中西。逆に先発があんまりなかったよね。大学の時はね。そうですね。へぇー。でも、プロに入ってる方来る方で、アマチュアで主にリリーフしてる方って。少ないですよね。そうですよね。少ないです。じゃあ、一体先発だもんね。順番で言うと、じゃあプロに入って先発だよって言われた時には、ご自分の中ではどうだったんですかいや、アマチュアでも先発できないような選手が、 プロででできるのかっていう不安でしたね<ー>、はいうん、大丈夫お前ならできるって言っただろそれはピッチンコーチに直接は言えないんですか私、大学時代でもやってないんですよって。それは言えないもんなんですかもうピッチンコーチに行けって言われたら。いや、やっぱりそうじゃないですか。もう黙ってやりました。って、あの、新人の時ですし。<laughs> <laughs> <laughs> でも。でまあ言えないというよりも、うん、逆に先発や,や、あの、あうん、ラッキー思ったんじゃないですか 心の中では。もチャンスくれるんだやったーと。どうですどうですほ目立つぞ。あんま覚えてないです。え基本はだ、最初はだからね、最初はまだファームに、あの、ちょっと置いとくつもりだったんですよ。はい。岩田が、あの、開幕前のウエスタンの名古屋、名古屋球場で9失点ぐらい。 行かれて次の2カード目のところで、岩田がちょっと出遅れたんで、岩田を逆に2カード伸ばしたんですよ、こっちのほう、内容も良かったし、岩崎をじゃあ、こうかっていうことで、頭入れていって、それね、しっかりと岩田の穴を埋めてくれたんですけどね、前半、岩田を埋めてくれればいいっていう感じで使ったんですよ、ローテーション1年間というよりも。もちろん、ファームの時も先発だよは言うてるわけですよね。言ってますよ、それはね、上からの指示がありますんで。 へえ<ー>それがあって今年は、えー、今度はリリーフに回ってくれないかって去年の今頃ぐらいなんですかね監督がそんな構想を出してらっしゃいましたけど、はい、そうですねキャンプもねはいそれぐらいですね<ー>、はい、それは自分の中ではどんな受け止め方だったんですかうんまああの3年間先発してまあいまいちといえばいまいちだったんででそこで監督が思い切ってそういうこと言ってくれてなんか自分も 変わるチャンスかなと思ったんで、うん、これはものにしたいなと思ってました。はい。まあそして長嶺さんもまさに六十六試合に投げて四、うん、勝防御率二点三九リリーフにまあ天候まあ最天候なのかもしれないですけど。 これは大成功ですね。大成功ですね。はい。で、これでまた先発回ったとしても、この経験は生きると思うんですよ。やっぱりイニングのこの入り方であったりとか、先頭バッターとかでピンチのところでの、マックスにこう、持っていける、状態であったりとかね。ずっと今までやったらこう、どっちかというとこう、60、70ぐらいの力、平均の力で乗らあり振らありとていう感じが多いんですけども、レディーフでやった場合、マックスでやっぱ入っていくんで、 その辺やっぱり先発に回ってもピンチになったらそういうボールを選択するとか、うんうん、そういう球を投げれるというやっぱり経験はあの生きてくると思いますよね球速もずいぶん速い球やっぱりリリーフでは投げてらっしゃったんですよね今年、うん、あ自分でなんかあんまり意識したわけじゃないですけどまあそうやって1球目から全力で行くだとか腕振ること意識したら、まあ、少し上がってましたねへぇ<ー>15球だもんね そうですね。ね、集中してあげるんだからね<ー>、うん。だから先発とはやっぱり知らず知らずその辺が違って、自然に急速曲がったと。うん、はい。あ、それは先発に戻っても生きることなんですか絶対生きます。だから、その、すべ<ー>てのイニン,ングそのボ,ボールじゃなくてね、えー、強弱の中で、やっぱ今日のイニン,ングになるときに、やっぱり、うん、ちょっと強いボールっていうのがあ 面白いな、ちょっとしつこいようですけど、もう意識して、例えばリリーフでここ絶対押さえなきゃって、岩崎さんの場合結構こうランナーいるようなとこなんかでもね、こう出てくる時があって、はい、ここ全力だって意識して投げる、急速出すぞじゃなくて、はい、自然にそのムードの中にファッと入っていったら、速いボールが出てたっていう感じなんですかそうですね。 速いボール投げようとかっていう意識はないですね。意識としては、先発で三振を狙いにいく行く場面よりも、絶対リリーフの方が多かったと思いますよ。はい。あね。<う><う>ここは三振だっていう思いで投げるっていうのはいあ。そうすると、現象としては、速いボールになり、っていうことになってくるんですね。そうですね。うん、へえ、もうからプロ野球の世界ですよね。うん、はい。 あの、今日はですね、あの、リスナーの皆さんからもご質問いただいてまして、それから中西さんにもちょっと、本音トークの質問をこの後ぶつけていただこうと思っておりまして、ご、務めて。あ、うですかうん。いや、そんなつもりないですけどね。<ー>はい。でも、うん。もう、小学校、中学校ぐらいから高校の時に、そういう教えがあって、うん。あんまり一喜一憂するな、みたいな。うん。その名残じゃ,じゃないですけど、うん。ですかね。 私生活なんかではね、どうなんですかお、友達と一緒にいたりするときには、割に穏やかに静かな感じですかだと思うんですけどね。まあみんながわーっていうときに、ニコってぐらいの、あの、笑顔であんまりわーっていう感じはないよね。ないですね。お酒は飲まれたりするんですかお酒は普通に飲みますね。カラオケ行ったりして。カラオケは行かないですね。行かないんですかまあおしゃべりだしますよ、結構ね。 はい。割と、えーえー。あ、そうなんですね。ええ。ま淡々だけどね。えー、も,もっとプロのピッチャーって、私、気性が荒い。<laughs> <laughs> わーっていう中西さんみたいな人ばっかりやと思ってました。<laughs> 1000万もらったらポルシェ買おうみたいな人ばっかりやと思ってます。<laughs> ポルシェ買ってその後、なんか関本なんか家買ったとか言ってたんで<笑><笑>なんか俺かもあったよね、なん <laughs>、まあ、ういや、聞いてたけど。<手> <laughs> いや、でも、プロ野球選手のピッチャーって特にキャッチャーが落ち着いてて、ピッチャーはもうカーッとなって、はいはい、いや、最近の選手はでもね、こう、しっかり土に足をついたあの考えの人が多いですよ。<ー>サッカーで言うたら、フォワードがピッチャーみたいな感じで、で、ディフェンダーが、 キャッチャーみたいな感じですよね。<ー>穏やかな。うちら絶対娘、フォワードと付き合うとアカンって言うわ。ディフェンダーがいいし、<laughs> プロ野球選手やったらキャッチャーと一緒になれって言いますなんかピッチャーってなんか本当バーンって、なんかマウント叩きすぎたとか、そうですよね。<ー>はい。はい、はい。れ岩崎さんは独身でいらっしゃいましたっけはい。ああ、あの、ちょっと好みの女性の好みとかはどんな感じですか <laughs> 好みの女性の好み。えー、<laughs> はい。えー、料理。あ。やっぱ。 上手な方がいいかな。意外とやっぱ気の強い感じが好きなんじゃないのどうですかね。上沼恵美子さん料理上手ですけどね。岩崎さん、ニコーっとしますけど。ちょっとお腹さら引かんかちょっと気の強い感じがいいと思うよ。多分。そうですか年上の好みとして。 そうかもしれません <laughs> <laughs> 中西さんがいてるから、ちょっと緊張されてるのか,分かりませ、ね、たぶん、多分イメージがそういう感じで、俺、映るんだけどな、えー、ずっともう、過ごしてて、そうそうじゃあ、あれですか、料理のお上手な彼女を募集中な感じなんですか、うん、お願いします。ということでえ、広報さんもうなずいておられますお願いします、そういう感じかと <laughs>、はい、さあ、それでは第2問まいります、30代の男性からの岩崎投手への質問です。 先発とリリーフの心構えはどう違いますか打ち取る時の意識や、あ投げる戦略を変えたりしたりしましたかって岩崎さん。一球ってものをすごい大事にしてやることを意識しましたね。それは、例えば一球を大事にするっていうのは、